2023年8月、大分県に住む首藤夫婦は、夏の家族旅行について揉めに揉め、大喧嘩となり、互いにヒートアップし事件が勃発。首藤一家は、血の海と化したのです。少し複雑なこの首藤一家の事件をお送りいたします。最後までご視聴のほどお願いいたします。また、ご視聴後、チャンネル登録、高評価、お願いいたします。それでは、今宵も行きましょうか。首藤真也、事件当時67歳は、過去に離婚歴があり、別居している子供もいました。2021年2月。当時は勤め人をしていましたが、特発性拡張型心筋症を患い、退職。その後、29歳年下の中国人女性と再婚します。その女性には、7歳の男の連れ子がおり、一緒に生活をします。若い妻との楽しい日々ではありました。首藤は無職で年金だけなので、収入面に不安もありましたが、中国人妻がパートに出るなどして家計を助けてくれていました。当初は順調な夫婦関係ではあったものの、首藤の金遣いの悪さ、バブル時代を経験し、体の芯まで飲み歩くことにどっぷり浸かった男、そして、過去に派手に遊び散らかしていた女関係。中国人妻としても、夫の年金だけでは子供もいるので不安なわけです。不安なのに、金を手にしては遊びほうける始末。結局、自分がパートで稼いできている収入がメインとなってしまう。そんな状況の中で、中国人妻としても堪忍袋の尾が切れます。金ばかり使いやがって、稼いでこないくせに何してんだよ、それに女癖も悪いしさ。それに対して、首藤も応戦してきますが、中国人妻も負けてはいません。互いに激しく罵り合い、時には、互いに刃物を構え、脅し合うこともあったのです。病気を患い、高齢な首藤は、徐々に中国人妻に支配されていきます。金を持たせたらすぐに使ってしまうので、あまり持たせてもらえなくなり、かかあ殿下となっていきます。けれども、目を盗んでは缶コーヒーを購入したりして、110円だから大丈夫だろうと思っていると、110円でも激しく怒られるようになり、恨みを募らせていくこととなります。再婚して約1年が経過した頃に、ペティナイフを購入し、いつかこれで復讐をしてやると妄想を繰り返していました。時には、切れ味を試してみたりと。無職で、遊ぶお金も持たせてもらえていない首藤は、時間が余っていました。ペティナイフを取り出しては、切れ味を試し、定期的に研ぎ、牙を磨いていました。そんな、ギスギスした関係ではありましたが、夫婦関係は続いており、営みも定期的にありまして、2023年3月に中国人妻の妊娠が明らかとなります。そして、2023年8月8日。この日、家族旅行で、どこに宿泊するのかを話し合っていたら、徐々に険悪なムードとなり喧嘩に発展。中国人妻は激怒し、仏壇にあった小物をガシャーンと投げつけます。首藤としても大切にしていた仏壇に、そんなことをされぶち切れます。どんどん加熱していき、互いに昔のことを持ち出して罵声を浴びせ続け、中国人妻は、そんなんだったら、あなたとの子供、産めません、おろします、だって、無理でしょ。それを聞き、頭が真っ白になった首藤は、かねてより準備していた、研ぎ澄ましたペティナイフを取り出し襲います。目の前は真っ赤になっており、妻はこと切れた状態です。首藤は、寝室に行き、寝ている連れ子も襲います。夏場なので気温も高く、犯行時間をごまかすために、エアコンの設定温度を17度にし、腐敗を遅らせます。その間に、遺書を用意。その内容は、病気から将来に悲観し、一家心中を図ったという設定でした。死亡時刻のタイムラグがあると、一家心中という設定が崩れるので、設定温度を低くしていたのです。数日が経過し、いくら設定温度を17度にしていても、匂いが気になりだしたので、消臭剤を散布。なかなか踏ん切りはつかなかったものの、17日に、離れて暮らしていた、長男に、家族で命を絶つとメールを送信し、自らの手首を切ります。その連絡を受けた長男は、
すぐさま警察に連絡をし、この事件が発覚。救急隊が駆けつけた時、主導は意識不明となって倒れていましたが、入院した翌日には意識も回復していました。裁判では、容疑を認めたものの、遺族への謝罪もなく、ナイフを事前に準備していたことなど、計画的なことなどを踏まえ、無期懲役が言い渡されています。主導はその判決を受け入れ、刑が確定しております。その際、中国人妻の遺族は泣き叫び、刑が軽すぎると言っておりました。はい、ではここからは今宵でございます。いや、めちゃくちゃバイオレンスで、なんで婚姻関係が続いたのかなっていうのはね、ちょっと不思議でならない。まずね、奥さんの方はね、結構若いんで、もっとね、言い方悪いんだけど条件のいい男っていっぱいいたんじゃないのかなって思うんですよ。だって普通に考えてさ、もうお父さんと娘みたいなね、そういう年齢じゃないですか。とはいえね、奥さんとしても好きだったんじゃないのかなともちょっと思うんですよね。夫婦関係が続いていたんで、まあおそらくね、旦那としてはね、まあ年齢的にもバブル経験しているんで、で、まあ働けなくなるっていうことは少なからずね、体を使ってきたお仕事だと思うんですけど、バブルを経験してそういう感じだとやっぱりね、亭主関白っていうね、そういう気質があったんじゃないのかなと思うんですよ。過去に派手に遊んでいたみたいなね、そういう話も上がっていたんで、まあ相当プライドは傷つけられていたんだろうと。でもね、まあ病気もあり、体が弱り、そして収入もね、昔と比べたらもう全然ないと。とはいえね、やっぱり奥さんのパート代っていうのもおそらくなんですが、それなりに大切だったんだろう。そしてまあ夜の営みもある、ある意味ね、その部分的に見れば利害関係はあり、お互いにね、そしてある意味ね、共依存の部分もあったんじゃないのかなと思うんですが、とはいえあまりにもバイオレンスな関係だとね、ここ数年やっぱりニュース見てても夫婦喧嘩が発展して刃物でっていうのもあればね、奥さんがね、その旦那さんにね、これ他の事件ですけど、ゴルフクラブで襲われ、それを奪い取り、バコン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 やり、さらにはね、刃物でお互いやり合ってみたいなね、そういう事件もやっぱ現実問題あるんでね、ほんとね、もう暴力っていうのが一旦スタートして、でどちらかがね、その折れることなく、妥協することなく、その言い合うってなったらね、もうほんと止まんないんで、そうなったらもう別れた方がいいよって思っちゃう私がいるんですけどね。だって末期じゃないですか、いつ何時その一線越えてもおかしくない状況なんでね。ここ最近のニュース見ていると、おそらくね、今年になってからでも 2,3 件ありますんで、もう夫婦喧嘩で1回でも手挙げたらね、行くとこまで行っちゃう可能性があるっていう風に考えてもいいんじゃないのかなって思うんですよ。だからね、そこまでして続けたらね、まあ、確かに部分的に見たら好きだとか、部分的に見たらね、こうだとかさ、好感持てる、でもっていうデモがあるんだったら、もう続けなくてもいいんじゃないのかなと。もしくはね、まあ、今後こういうことがないっていうね、まあ、お互いね、距離感が近いと、そのいくら喧嘩してもどっかで許してくれるんじゃないか、どっかで許されるんじゃないかっていうさ、
その暗黙の了解ではないけど、そういうのを期待しちゃってさ、なあなあになっちゃうことも往々にしてありますんで、そこをなあなあにせず話し合ってしっかりとルールを決める。で、ルールを決められないんだったら大丈夫だろうではなくて、だろうなんて思ってると一線越えてしまうんでね、そういうのを肝に銘じて、その今後ね、二度とこういうようなことが起きないようにね、我々も考えていく必要があるのではないかと私は思いました。基本的にね、今宵は平和主義者なんでね、手挙げるっていうことはね、未だかつて一回もないですね。むしろね、なんて言うんでしょう、支配されまくりみたいなね、まあむしろそれでいいっていうか、で向こうからもね、まあちょいちょいね、やっぱりこういうとこはダメだっていうのをネタみたいな感じで言われる時もあるんだけど、もうそれはもう言われても仕方ないよ、だって直してない私がいるんだからっていうふうにね、もう思うしかないというように思うようにしております。ではではでは、またお会いしましょう。チャンネル登録をお願いいたします。それにしてもね、結構この首藤さん無理があるよね。気温というかエアコンの温度下げてとかね。ではではでは、またお会いしましょう。